今日は郡山市湖南町に来ています。夏を代表する花といえば、そう、ひまわりですよね。今日はですね、ちょうど今日満開を迎えたスポットをご紹介します。タイムリー。皆さん見つけられますか？ここです。ここですよ。ここでした、うん、見つけられましたかね。というか出てなかったでしょ。黄色い絨毯が広がっているのは郡山市湖南町にあります布引高原です。郡山市の中心部からは車で1時間ほどの場所にあります。標高がおよそ1000メートルありますので、日差しは強いんですけれども、吹く風が心地よく、それほど暑さは感じていません。このひまわりと風車が織りなす景色は、まるで一枚の絵画のような美しさです。郡山市の布引高原では、9ヘクタールにおよそ180万本のひまわりが咲き誇っています。高さ100メートルある国内最大級の風車が33基立ち並び、通称風の高原と呼ばれていまして、ひまわりと風車が作り出す風景は圧巻の美しさです。今が見ごろとありまして、今日は県の内外からたくさんの観光客が訪れ、気持ちいい風を感じながら散歩をしたり、カメラを片手に写真撮影をしたり、思い思いに楽しんでいました。背丈は1メートルから2メートルのものもあります。大きさは大小様々なんですが、中には私の顔と同じくらいのひまわりもあります。ひまわりは同じ方向を向いているんですが、皆さんの視線の先にあるのは猪苗代湖と万代山です。この景色を一望することができるんです。見晴らしが最高ですね。いい匂いしてる。綺麗、全部綺麗。今日誕生日で。そうなんですね。はい、誕生日にこの景色を、ね、はい、ひまわりがすごい好きで、好きなので、すごい嬉しいです。思い出になります。ひまわりと風車と空がすごい綺麗で、ね、はい、写真いっぱい撮りたくなりました。風もちょっと冷たくて気持ちいいですね。ね、ネットで調べて見てはいたんですけど、ここまですごいと思わなかったので、うん、本当に感激します。あの夏の本当にいい周りは元気にしてくれる、うんうん、花だなと晴れ晴れとしてます。さて、このひまわり畑が始まったのは今からちょうど15年前です。それでは最初にひまわりの種を植えた益子さんにもこちらに来ていただきました。よろしくお願いいたします。どうして益子さん、布引高原にひまわりの種をまこうと最初なったんですか？野菜農家の方がみんな高齢化になって、畑がだいぶ空いたので、商工会、郡山市の農政課、ひまわりをやったらどうかというわけで始めました。最初は布引高原が布引大根の産地だったんですよね。はいはい、そこを有効活用してひまわり畑にしたということなんです。そうなんです。今年はですね、どんな思いで見つめていますか？このマグツジがちょうど入梅のツジなので、今年はバリ天候に恵まれて、橋作業が順調にできたので、本当によく出来上がりました。もう毎年毎年益子さんは種をまいていて、今年は例年以上に先がいいともおっしゃっていましたよね。 そんなひまわりはですね、来月上旬まで楽しめそうだということです。また今度の日曜日にはですね、郡山布引風の高原祭りが開催されます。郡山市のキャラクターガクト君も駆けつけてくれましたよ。こちらのお祭りなんですけれども、全長2キロのひまわり畑の中をみんなで歩いたり、布引大根の収穫体験ができたりします。こちら参加できるのは先着50人となっていますので、参加したいという方はお早めにお申し込みください。他にも風船のパフォーマンスや各種出店も出店するということです。盛りだくさんとなっています。そしてですね、今回、今日から益子さんがこのひまわりを持ち帰ることができるコーナーも作ったということです。1人3本まで持ち帰れるということですので、ぜひ思い出にいかがでしょうか。
さあそれからですね、来月上旬からは45万本のコスモスが見頃を迎えるということなんです。そして標高が1000メートルありますので、急な雨が降る場合もありますので、折りたたみ傘を持っていくと安心です。皆さんもぜひ癒されに布引高原に足を運んでみてはいかがでしょうか。以上中継でお伝えしました。